はい、おはようございます。今日は3月21日、今時間が9時半ですね、昨日から千葉に来てる新山です。で、今日はね、のこぎり山に登ってみようと思います。昨日はですね、木更津で、山仲間とちょっと宴をやりまして、楽しみました。今日はもう朝一でのこぎり山ですね。展望台までですが登ってみます。ちょっと強風なんですけども、見晴らしはいい、富士山も綺麗に見えてるんで、まあ、上の方からいい景色が見れると思います。じゃあ本日もスタートです。はい、懐かしい道を歩いてきました。市街地を抜けてこの辺から山道に入っていきますよ。はい、内房線の線路の下を通ります。ここね、電車が来ると結構怖いんですよ。これ見てください、スケスケ。よし、進んでいきます。はい、まもなく斜里木道に入るところですね。のこぎり山が見えてますね、石切り場が。これがまあのこぎり山っぽい景色ですね。はい、登っちゃうともう近すぎてよくわからないので、はい、じゃあ斜里木道を登っていきます。はい、作道跡に到着です。私もこの辺の整備は手伝ったんですけど、さらにまた綺麗になってベンチがあって映え写真が撮れるようになってます。写真はこんな感じですね、いい感じで撮れてますね。はい、じゃあこの後も進んでいきます。はい、だいぶ登ってきました。この辺の石畳をね、昔の人たちは石を猫車に乗せて運んでたというところですね。はい、こんな感じで道が残ってます。まあこの辺は何回もアップしてるんでね、久しぶりって感じですけど、っていうかね、今下の方でのこぎり山のリカバリープロジェクトの方いて整備されてました。久しぶりに会えてよかった。はい、じゃあ登っていきます。はい、出荷前の石たちのストックヤードと言われてるポイントまで来ました。これ可愛いですよね。切り出されたけど出荷されなかった石たち、房州石ですね。はい、猫丁場の入り口到着です。何度も言いますが、これね、この標柱埋めたのは私です。何度も言いますが。はい、猫丁場も寄ってきます。はい、猫丁場間もなくといったところです。こっからのね、この高速道路綺麗ですよね。はい、そして猫丁場に到着です。猫ちゃんがいます。これですね、ハートのモニュメントも相変わらず健在だ。いやー、かなりね、木が伐採されてて綺麗になってます。びっくり。はい、分岐 E に到着ですね。ここは石切り場とか、あとこっち行くと展望台とかですね、の分岐になってます。はい、じゃあ展望台まで登っていきましょう。はい、のこぎり山名物地獄階段の始まりですね。こっからがきついんだよな。よくトレイルランやるよな。はい、もう最後だと言って最後じゃなく、妻がうろたえております。もうでもね、ほんと最後、これ登ったら終わりです。はい、のこぎり山展望台到着です。あそこにはロープ駅見えてますね。いやー、今日は綺麗です。大島が見えるでしょ、天城山、箱根から富士山ですね。丹沢山系も綺麗に見えてます。あとね、向こうに筑波山も運が良ければ見えるんですが、アングル的に厳しいな。はい、最高ですね。ここなぜか風があまり吹いてないという怪奇現象が起きてます。はい、じゃあ景色堪能して下山します。はい、展望台から降りてきてラピュタまで来ました。ここ石切りの具合がラピュタみたいなんで、そう呼ばれてます。すげー、久しぶりに見たけどすげーな。はい、岩舞台に到着です。あー、でかいね、相変わらず。ここはね、声がすごい反響して気持ちがいいです。なんかね、ライブとかもやってたらしいです、昔は。
やっほー、ほらね。で、こちら側が、一番最初に写真を撮った柵道のとこに、こっからロープが張ってあって、石をね、運んでたんですよ。こっちの方ですね。すごいですよね、このシステム。はい、じゃあ下山しましょう。はい、下山路は関東ふれあいの道を歩いてきて、今そっから裏ルートに入ったところです。こっからまた車力道に戻して下山していきます。はい、今下山してきたら桜咲いてますね。綺麗だ。おはい、今登山を終えて駐車場まで戻ってきました。今日は、まあ通常のコースというか残り山の定番コースですね。はい、車力道から上がって、関東ふれあいの森道を使って下山してきました。まあ要所要所あのポイントを観光しながらですね、楽しく歩いてきました。天気もね、快晴、風はちょっと下は強いんですが、上は展望台は結構弱くて快適でした。はい、じゃあこの後はアジフライを食べて帰ろうと思います。じゃあ今日はこの辺で終了です。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。